それでは定刻となりましたので、ただいまから4月の市長定例記者会見を始めさせていただきます。はじめに市長よりご挨拶を申し上げます。市長、お願いいたします。はい、皆さんおはようございます。市長、浅見義隆です。いよいよ新年度がスタートいたしました。令和3年度は大変皆様方にもお世話になりました。ありがとうございました。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。今年度でありますけれども、第6次総合計画の2年目が始まるということであります。人づくりに重点、そして選ばれるまちづくり予算ということで、3月の議会で全てご承認をいただいた、ご決をいただいたということでありまして、もちろんまだ今新型コロナウイルスが収束をしておりませんので、新型コロナウイルスの対策、これも万全を期すとともに、地域経済がだいぶ傷んでおりますので、地域経済の活性化などにもしっかりと取り組んでいきたいと、こう思っております。また、所得制限なしの第2次の保育料の無償化、それから、これも第2次の、復職費ですね、3歳から5歳の、幼稚園保育園の復職費の、実質的には無償化ということでありまして、そういった形で保護者の負担軽減を図る。これもちなみに、全国の中核市、政令市が80ぐらいあると思いますが、3市目ということになると思います。3つの市、3番目ということで、議会の ご同意いただいたものですから、大変ありがたいなと思っております。また本市独自にですね、保育士の処遇改善ということにも、取り組んでまいりたいと、これも、独自の予算をつけましてやっていく。それから、今日も発表しますが、病児保育のですね、保育室をまた新設をするということなど、選ばれる町、子育てに手厚い、そして選ばれる町の実現に向けて、今年度もしっかりと取り組んでいきたいなと思っております。市民の皆さんと一緒になって、官民連携を強化をして、この豊橋市をますます元気にしていきたいと思っておりますので、市民の皆さんのご理解ご協力を何卒お願いをしたいと思います。また4月1日よりこの隣におりますが、森田康夫さんが副市長に就任をいたしました。前職のこの国土交通省におきましては、主に道路行政、都市整備に関わっておられて、熊本の震災なんかの時も、熊本の事務所長としても復興等にもご尽力をされたということでありまして、これまでのさまざまなご経験、それから知識をですね、しっかりと生かしていただいて、本市のまちづくり、さまざまな都市基盤整備にも力を発揮していただきたいなと大変期待をしております。これで副市長が2人という体制になりまして、そして部長以下のメンバーも、新たな女性部長なんかもまた加わりまして、新体制になりましたので、また引き続き今年度も皆様方には、メディアの皆様方にはぜひご協力をよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。はい、それでは、次第の市からのお知らせに移ります。はじめに各国市、ウクライナ危機における本市の対応について、市長お願いいたします。はい、ウクライナの危機における本市の対応について、何というかご報告をさせていただこうと思います。ご案内のように、2月24日に、ロシアが、ウクライナに侵攻を始めたと、1ヶ月余りがもう過ぎておりますが、いまだ停戦等にもならずですね、避難民がもう400万人を超えるということで、大変な今惨状になっているというふうに思います。子どもや女性やお年寄りや、本当に、残虐な行為などもですね、つい昨日でしょうか、テレビなどでも出ましたし、本当に多くの市民が大変残虐な行為にあってですね、本当に憤りを本当に禁じ得ないわけでありますけれども、強くその行為に非難をするとともに、一刻も早く停戦、そして平和的な解決を強く求めたいというふうに思います。そんな状況の中で大変憂慮すべき事態になっておりますので、人道的な観点から3月2日にまず豊橋国際協会、国際交流協会に、募金箱を設置を、すでにしております。それから、本市の市議会におきましては、3月9日に、ロシアのウクライナへの軍事侵攻に対する非難決議も、
議決もされております。そしてこの度、政府の動き等もございます中で、ウクライナから本市へ避難をされた方に、対して人道的な見地によりまして受け入れをしていきたいと、今後避難をされる方について受け入れをしていきたいというふうに考えております。さらに、市役所内に、募金箱の、追加設置を行うと。それから本市がですね、リトアニアのパネベゼス市と、パートナーのシティをなっておりますが、パネベゼス市とウクライナのビーニツヤ市がまたこれ姉妹都市になっていますので、本市としてはパネベゼス市にこの支援をして、それをパネベゼス市から送ってもらうということで、やっぱりこういったいろんな支援はですね、ちゃんと届くかどうかということ、それからちゃんと本当に苦しんでいる皆さんのためになるということがしっかり担保された形でやっていくことが何より重要だと思いますので、これまでさまざまいろんなことを考えてまいりましたが、今回そういった体制が整ったものですから、そのパネベゼス市を通じた人道支援を行っていこうということであります。それから図書館における企画展でありますとか、平和を願うメッセージボードの設置だということにも取り組んでいきたいというふうに思っています。続きまして、各国に水戸市内における新型コロナウイルス感染症の状況につきまして市長をお願いします。はい、新型コロナウイルスでございます。2月6日に新規感染者が453人ということで、過去最大になったわけですが、減少をずっとしてきております。ただ、3月下旬からですね、やっぱり下げ止まってるなという感じであります。3月末現在で感染者数が第5波の6倍ということで、かなりの数、やっぱりオミクロン株の感染力の強さがよくわかるわけでありますけれども、中でもその10歳以下のですね、感染者がやっぱり急増してるなということで、小さなお子さんがいる家庭内で子どもから大人に感染してるという傾向がよく見られます。またインフルエンザとか風邪とかとそう変わらないなんていう話をされる方も見えますが、やっぱり軽症といってもですね、1週間ぐらい本当に苦しかったっていう方もかなりお見えになります。それから後遺症がやっぱり残るっていうケースがあるのが、やっぱり大きな違いだろうと思います。ぜひ、基本的な対策を徹底していただきたいなと思います。高齢者施設とか医療機関など、感染リスクが高い施設でのクラスターも増加をしましたけれども、一方でそのきちんと、対策を取っていれば、会社やさまざまなイベントなどにおいては、そういった感染拡大はあまり起きておりませんので、防げるということも分かってきたなと思います。ぜひ引き続きの対策をお願いしたいと思います。続きまして、括弧3番、12歳から17歳の方の追加接種、各3回目の開始について、このことにつきまして、市長をお願いいたします。はい、今、3回目の接種を、進めております。現状でありますが、65歳以上の方々は、やっぱり 85% を超えるぐらいのもう接種を3回目終えていただいておりますが、65歳以上はそうですが、64歳以下ですね、格段に下がりまして、25% ぐらいということになっています。特に10代、20代の若い世代が 17% 程度と低いということであります。ちなみに5歳から11歳の接種率は 4% 程度と。これは以前にも申し上げましたように、これはもう保護者の皆さんがきちっといろいろお考えをいただいて、かかりつけの先生にもよくご相談いただいて、判断をいただければいいというふうに思います。努力義務というふうになっておりませんので、はい。それから今後は12歳から17歳の方々を含めて、若者世代の、10代、20代ですね、その、3回目接種を、積極的に進めていこうというふうに思います。特に基礎疾患がある方とかですね、の重症化リスクというのが高い方ございますので、追加接種を受けていただいたことをお勧めしたいなと思います。続きまして、括弧4ですね、東京建築学生チャレンジコンペティションを開催します。にしまして、市長、お願いいたします。はい、これ、初めての試みでありますけれども、実際の公共施設整備の建築アイデアを学生から募集する建築コンペを開催をいたします。
これの事業を発案をしたのはですね、本市の若手建築技術職員が、提案をしてくれました。これはあの、ま、本人が、いろいろ就職活動時に観光庁でどういうあの建築分野の仕事があるんだろうということが分かりづらいというようなこともあって、自分 の, あの経験からですね、で本人も参加をした学生コンペなんかもあのきっかけとして、これは実際にですね、公共 の, その、施設整備事業に携わって、学生自らの提案アイデアを公共建築に実現する取り組みを行うことで、公共建築の業務の魅力とかですね、それから若い建築家志望の方の、まあ、夢の実現、応援にも、貢献できるだろうということの提案であります。あのコンペのこの審査員アドバイザーも非常に有名な建築家の先生にご参加をいただけることになりました。ぜひこのコンペを通じて多くの、建築家を志す皆さん、若い世代の皆さんが、建築の魅力、それから本市の魅力とかですね、行政への関心も育んでもらう、そして、富山市の技術職員として働きたいな、それから建設業界に、進みたいな、こんなような、人材育成にも、寄与したいということで、そうしたことを通じて、人づくりのナンバーワンの街とか若者に選ばれる街を、ぜひあの実現をしていきたい、そっちここに目指して進んでいきたいということであります。続きまして各項目です。ではデジタル化推進アドバイザーの通告を行いますので、続きまして理事長お願いします。はい、この DX デジタルトランスフォーメーションというのが非常にあの重要な、言葉になっておりまして、本市でも真剣に取り組んでいるわけでありますけれども、やはり専門家の、支援でありますとか助言をいただくことが極めて重要だということで、この度デジタル化推進アドバイザーの委嘱を行うということであります。これまでも最高情報責任者 CIO、それから CDO、 CIO は、まあ、副市長、それから CDO は総務部長が、になってきておりますけれども、それから機構改革を行いまして行政データ推進室を、立ち上げたんですね。して行政手続きのオンライン化でありますとか、デジタル技術を活用した業務改革などにも取り組んでまいりました。しかしながら、やはりデジタル技術のこう進展って目覚ましいものですから、これからも時代に遅れないようにするためには、やはり、専門家のアドバイスもいただきながら、本当に効果的なデジタル化を進めていかなきゃいけないというふうに考えております。そういう意味で、本市のデジタル化にご協力をいただける方をデジタル化推進アドバイザーとして委嘱をするということでございます。続きまして、括弧6、情報発信アドバイザーを募集しますにつきまして、市長お願いいたします。はい、この情報発信アドバイザー、先ほどはデジタル化推進アドバイザーということがありますが、これ両方とも民間の皆さんの力を活用させてもらうという同じ流れのアドバイザーということであります。で、情報発信の、アドバイザーという、方でありますけれども、これはあの本市がこう情報発信いろいろさせていただいているんですが、こういった記者会見をはじめとしてさまざまな SNS なども使ったり、広報誌とかさまざま情報発信をしております。その中でやっぱり我々の力だけではですね、あの専門家っていうものがいるわけではありませんので、やはり豊富な経験を、有する外部の人材を、情報発信アドバイザーとして、ぜひご協力をいただきたいということで、これは募集をするということであります。より効果的な広報活動を行うために、どういうふうにしていけばいいのかということを、高い専門性のもとでですね、さまざまな、助言をいただこうということであります。報道発表や SNS 等を活用した情報発信に長けた方と、それから重要施策、大型事業などの広報を戦略的に行う広報戦略に長けた方と、それぞれ1、2名の方を登用したいというふうに考えております。そういった方々のアドバイスをいただいて、本市の施策や本市の魅力をいろんな
手法で、より戦略的に、市内外に発信をしていきたい、そして市のイメージアップと、全庁的な広報力の強化に努めていきたいということであります。続きまして、カッコ7番です。株式会社吉本エリアアクションと広告連携協定を締結します。我々の力で、地域を元気に、こちらにつきまして、市長をお願いいたします。はい、この度本市は吉本興業グループの株式会社吉本エリアアクションと包括連携協定を締結をすることになりましたので、発表させていただきたいと思います。これまでも、市内の大学でありますとか郵便局とかさまざまな企業などと、地方創生に関する包括連携協定を、結んでまいりました。そしてこの度のこの吉本さんとの協定でありますけれども、やはりこの吉本さんというと幅広いやはり年代層に、大きな影響力があるということでありまして、本市の魅力が、市内の皆様にはもちろんでありますが、日本全国に発信をされて、そして町の活性化や人の流れづくりに、つながるということを期待をしているということであります。まず4年度の連携事業としましては、まず吉本さんは非常に環境なんかにも力を入れておられるので、環境に関するイベントへ吉本興業に所属する芸人さんを来ていただいて、そして市民の関心度を高めていくとか、それからそんな様子をですね、3月下旬にBS 吉本がすでに開局をしておりますので、その BS 吉本で配信をすることで効果的な情報発信を全国に行っていくということを予定をしております。まあ、その他吉本興業の本来の持つこの笑いの力をですね、さまざまな、連携、さまざまな事業にも生かして、大いに発信をしていきたいと思っております。続きまして、各8、幼児保育室つくしがオープンします。このことにつきまして市長お願いします。はい、4月の18日に、市内3カ所目となります幼児保育室つくしが新たにオープンをいたします。病児保育室はご存知の通り保育園でありますとか認定こども園、また小学校などに通っているお子さんが病気とか怪我で通えないときに一時的にお子さんをお預かりをする施設であります。この今市内にはですね、市民病院の中の青竹、これが院内保育所ですけれども、それから小児科子ども園の中の病児保育室ということで2カ所ありますけれども、室町の、青少年センター内に今回公立の病児保育室、つくしを、4月18日月曜日からスタートするということであります。続きまして、各国豊橋市図書館は、開館10周年を迎えますにつきまして、110周年を迎えますにつきまして市長お願いします。はい、豊橋市の図書館でありますけれども、大正2年の1月15日に、開館をしておりまして、愛知県内では初めての、一律の、図書館ということであります。大変伝統がある図書館でありまして、今年で110周年、節目をもらい迎えるということで、まあ、1年を通してさまざまな記念行事を行うということであります。まあ、図書館の歩みを振り返るだけじゃなくて、未来を育む地と交流の創造拠点の実現に向けた、例えばおすすめの110冊プロジェクトでありますとか、ナイトライブラリーとかリレートーク、さまざまなつながりとか交流を生み出す、そんな、取り組みを行っていきたいと思っています。でまた110周年を記念して、図書館の若手職員が本とつながる、人とつながるということで、キャッチコピー、ロゴマークを、作ってくれました。これも皆さんにまた馴染んでいただきたいなと思います。続きまして、各10、ノンホイパーク、令和3年度の年間入園者数約96万人につきまして、市長お願いします。はい、ノンホイパークでありますけれども、令和2年度は、全国の公立動物園で、2位ということになったわけですが、令和3年度、3月31日、3年度終わりましたが、年間利用者が約96万人ということになりました。これは90万人超えるのは2年ぶりでありまして、
開館以来の3番目に多い入場者数ということになります。まあ、ご案内のように令和3年度緊急事態等でナイトズーをですね、一部中止をしたりとかですね、いろんな新型コロナウイルスの影響を受けた1年となったわけでありますけれども、まあ増が増えた効果もあると思いますし、まあコロナ禍ということで逆にこの屋外施設ということで、まあ屋内よりは安心というような気持ちもあったのかもしれませんが、そういった特性で利用が割と下がらなかったと、かえって上がったということじゃないかなというふうに思います。大変皆さんのご来場に感謝を申し上げたいと思います。関連する項目となりますので、各住所の吉田城址が豊橋市に指定施設になりましたと、各住所の豊橋公園の新しい名称を募集しますにつきまして、そして合わせて市長をお願いいたします。はい、この度ですね、吉田城址が、まあ、ちょうど令和4年3月30日ですから3年度のもう本当に最後の最後でありますが、豊橋市の、史跡に指定をいたしましたということでございます。これ吉田城址は戦国時代から江戸時代にかけまして、東三河の、まあ、政治の中心であり続けて、東海道の要所でもあったということで、これ大変東海道でも大きくてですね、総面積約83万7000平方メートルということで大城郭であります。そして市街地の中にあって、この石垣でありますとか堀とか土塁などが非常によく残っているという、非常にこう珍しい、保存ができているところだということであります。今回の指定はですね、遺構の性格上重要でありまして、かつこの吉田城址の遺構が目視できる、残存部分で、その良い部分ですね、約7万3400平方メートルを、文化財である史跡に指定をして、公営施設などと共同を図りながら、市民の大事な宝物として後世に伝えていくということであります。そして指定をこれいたしましたので、今年度は、吉田城址の保存とですね、活用、これをどうしていくかということで、基本方針を定める、保存活用計画を策定をするという段階に入ってまいります。そしてそのためには市民の皆さんのさまざまご理解関心が必要でありますから、吉田城址の価値を分かってもらう各種イベントをですね、開催もしていきたいなとこう思っております。保存活用計画の策定にはもちろん市民の皆さんにも参加をいただいて、策定していこうと思っています。それからこの吉田城址が豊橋公園にあるということを、まあ、市内の方はご存知の方が多いかもしれません。まあ、市内外のですね、皆さんに広く認知をしていただけるように、5月の1日から1ヶ月間豊橋公園の名称変更の募集をしたいというふうに思います。では以上をもちまして、質問させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。